り返しでいつもと変わらぬ景色を越え変化もないや時間もないや明日の夜は何を食べよって今日までチャットし合ってたじゃないか突然のさよなら言い渡され気持ちが追いつかない企画で本日ライブをしていきます。ありがとうございます。シンガーソングライターの木村優です。よろしくお願いします。今日はね、すごい豪華なメンバーに囲まれて、はい、やっていきたいと思います。まずはソロを弾いてくれましたベース木村恵子。そして、ドラム河合祖平こんばんは。ギター志村拓也こんばんは。そしてピアノの相方吉澤咲ちゃんこんばんは。映える声だね。
今日はですね、全曲、私のオリジナルのポップスをお送りいたします。今日はね、1ステージ目と2ステージ目がありまして、途中で休憩が挟むというようなセットでやっていきます。よろしくお願いします。1曲目は、ポップミュージックイントロダクション、それに続き喪失感でクラクラという曲をお送りしました。頭の中がぐちゃぐちゃということでありがとうございます。次の曲はですね、私一番好きな季節が夏なんですけども、その夏に思いを馳せて書いた一曲、その名も夏が大好きという曲をお送りします。いくよ、いいですかよっ、あ、私からだね。夏が大好き、
ありがとうございます。なんだっけ、何やったんだっけ、夏が大好きに続きまして、チルという一曲やりました。あのね、私クラブに行ったことがなくてクラブってあれです、すぐそこのキングムムヌムキングヌムあの何ドクチドクチドクチってやつのなんかそういう音楽やってるところに行ってみたいんですけど、かわいい、なんかあのね絶対に馴染めないと思って一人じゃいけないんですけど、でも、ね、これねなんか何ダンスドッドッってやつじゃなくて、今みたいなこうちょっとゆるくこういう感じでさ踊るやつあるじゃないですかああいう音楽が好きで、あのいつか遊びに行きたいから誰か連れてってほしいなって募集してるお願いします。ちょっとくし素人なんでね。そうだね、ダンスフロア素人タクヤは行ったことあるのかな。クラブはねほとんどないですね。大学の時に連れてかれたけど馴染めなかったからだ。馴染めなかったんだ。タクヤで馴染めないのか。どう見てもクラブじゃなくない。うん、意外となんかいそう、うん、じゃあ行ってみるかな。30歳過ぎたしチャラッとしてなんかニット帽夏なのにニット帽かぶっていそうだよねあんま周りにそういうやついっぱいいるかしら、ね、そうだよね。恵子さんは行ったことあります。あ、ないんですね。いそうだよね。うん、いそう。後ろの方にいそう。そうそうそう。そうそうそう、ね、揺れてそうですよね。後ろで揺れてそう。いいねとか言って。肩揺らす感じ。みんなで行きたい。みんなで行くなら怖くない。総平さんも行くの。行くのとか言って。はい、ということでチル。私に、今度その何ですかクラブのノウハウを皆さん教えてください。なんか作法とか分かあるじゃんきっと。分かんないけど分かんない、ね、分かんない分かんないけどどうしてればいいの。お金どうやって払うかとかね。あ、分かんない。なんかさ門番みたいな人がいるのは知ってる。え、そうなの。いるんですよね。いますよね門番。え、女の子は自分でお酒を頼まないの。ええ、どうして。誰かがくれるの。あのお客様からレシューみたいなやつ。マジ？それはバーそれはバー隣のお客様じゃん。バーでも見たことない絶対中身こぼれとるはい、では続きまして、私ね、自分で曲を作り始めたのは 5年前ぐらいかな。だけどここ 2,3 年はですね曲を作ることに慣れて結構毎月作れるようになりました。その中の、去年作った一つため息という曲をお送りします。昔は考えもしなかったような一つ一つか作ろうってばかり経験もないしてないまま努力もしてない救いようがないな。ただ一つ好きなことだけを夢中で続けてる。昔は考えもしなかったような一つ一つが一年目過ごとに不安要素に変わってく。
ことあったかな。なんとなく過ぎてく時を変えられずに過ごしてる。いつの間にか時間が経って大人になってしまった。もう全部あなたが好き。
さあ一緒に出かけよう。最近気になってるカフェがそばにあるからさ、疲れてる心を癒しに出かけよう。繊細なあなたが好き、優しいあなたが好き、壊れちゃいそうな心も友人無断なとこも Loved One という一曲をお送りしました。仲のいい女の子の友達なんですけども、なんかちょっと自信を失ってそうだなって時に少し何か背中を押してあげられないかなと思いまして、こうそのままでいいんだよという気持ちで いつもね一緒にパフェ食べに行く友達なんですけどだからねカフェでパフェ食べようって歌詞に入れましたラブドワン、ありがとうございます。残すところですね、2曲やってちょっと休憩を挟むというような感じになっております。いやさきちゃんオルガンのソロ素晴らしかったね。素晴らしかったわ。ありがとうございます。イエーイ、めっちゃ熱かったね。このオルガンゆうちゃんのだけどね私の借り物ですけど似合ってるよ、それも赤いしね。赤さきちゃんはね、赤が大好きなんだよね。赤大好きだからね。似合ったよ。ありがとうございます。素晴らしかったです。吉澤さき、ありがとうございます残り2曲は続けてやりたいと思います。1曲目はモーション、続いてひと休み、ひと休み、ひと休み、ひと休みという曲をやったら皆さんもひと休みしていただき嬉しいですね。マンボウが明けましたので飲み物の時間制限もございません。ゆっくり楽しんでいただければと思います。それではやりますか。これぐらいかな。Thank you.
夢と現実と宇宙の素族別がつかないまま信じることができなくなった。本当は手を貸してほしい。自分の正体がわからない。あの子のことがわからない。夢と現実と宇宙の相続別がつかないまま。自分の正体がわからない。あの子のことがわからない。
大変お待たせしました。わ、会場の皆さん配信の皆さん本日はですね、同時に配信ライブも行っておりまして、YouTube でですね、配信しています。コメントもたくさんいただきましてありがとうございます。嬉しいです。吉田咲ちゃんの兄もね、あ、お兄ちゃん、お兄ちゃんコメントくれてたね。そう、兄ですって言ってたもん ねはい、本日は木村優ポップミュージックというタイトルでお送りしております。シンガーソングライターの木村優です。よろしくお願いしますだいぶね、私シンガーソングライターデビューして1年ぐらいなんですけどやっぱ最初の頃はね、私ジャズピアニストって感じだったんで、ジャズシンガーソングライターですって名乗るのがね結構恥ずかしくて照れてたし、シンガーソングライターですって言ったらちょっと会場がざわつくというようなことがずっと続いてたんですけども、今日ついにね、みんなが受け入れている感じがしますありがとうございます。そしてピアノは吉田咲ちゃん、マブダチ。そしてベース、木村恵子さん。イエーイ。ドラムは河合総平、呼び捨て一人そしてね、とりあえず1曲目はこの4人でやっていこうかと思いますでは大好きなことを歌ったピアノが好きだというね、ピアノが好きって歌を歌いますグダグダに行ける。
ちゃんもピアノ大好きだよね。まあまあかな。ショックショックはい、なんだ喧嘩になりそうですいい曲でしたねありがとう。泣きそうになりながら見ておりました。ありがとう。はい、ギター志村拓也、はい、こんにちは。一緒にやっていきます。ギターのね、志村くんは何番何何番は辛いやつ何番スパイシーではないけどナンバー18、はい、ナンバー18というバンドでね活動させていただいております。明日ライブなんですよね。そう、明日バイパスっていうあのライブハウスでですね、ナンバー18ライブ決まっております。なんかね、ラップの人とかいて私結構好きですよ本当ありがとう、うん、そうね、すごいヒップホップな感じだから ねヒップホップでかっこいい男のラップの人とピアノの人もちょっと歌うよね。歌うね。彼も歌うと。はい、僕も歌って弾いてやらせていただいております。バイパス、バイパス、明日バイパス、バイパス。確か出番がね7時ぐらいだった記憶があります。さっきちゃんの吉澤は次決まってんの？吉澤はね決まってる。あ、吉澤さきさんが吉澤雄太郎さんっていうお兄ちゃまと、はい、お兄ちゃまお兄ちゃまと2人で仲良いバンドをやってんだよね。お兄ちゃまはドラマーなんだよね。そうです。お兄ちゃまは今見てくれてると思うんですけどで私は次の予定のを把握していないです、うんうん、あ、そうなんだ。なのでお兄ちゃんがコメントで書いてくれますYouTube の、はい、配信のコメント欄に今ね、はい、書いてくれると。はい、そうです。あ、4月のね、エルマンゴーさん、ここの場所で配信ライブがあるんです。4月 30?22? 4月22です、皆さん4月22にここでお兄ちゃまとそう、お兄ちゃまと2人でライブをします。もしよろしければ見てみてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、次の曲はですね、私、好きな食べ物たくさんありまして、嫌いな食べ物はほぼないかな、ないね、ないと思ってるんで生きてるんですけど、最も好きなもののランキングの中に上位に入ってるものはカレーですね。カレー、スパイスがすごい好きで、あれトマトに、チキンのトマト煮みたいのにたまに作るんですけど、あれにもクミンっていうスパイス入れちゃって、スパイシーなそのトマト煮作ったりするんですけども、はい、次はスープカレーを題材にした一曲、スパイシースパイシー行きたいと思います。このスープカレーを食べ終わったら別々の道に踏み出すの、じんわり来るのはスパイスのせいよ。始まりはいつもカレー。
ありがとうございます。カレーね、あんまり自分じゃ作んなくて、スパイスの名前をね調べました。おコリアンダー、クローブ、クミン、カラムーサ調べたのね。うん、調べて並べた。いいね。こぼした。まあ私もカレーはね、あのバーモンドカレーだよいつも。私ジャワカレー。あ、そっち派ね。何派？ジャワ。ジャワ何口？辛口。ジャワの辛口結構辛くない？結構辛いよ。辛いの好きなんだよ。あ、ジャワのさ、スパイシーなんとかっていう黒い箱のあ、見たことある。あれなんかね、スパイスが別で入ってて、へえ、そんななんだ。それ美味しいんですよ。ジャワ派だったら、ぜひ。ジャワ派だったら、ジャワ派だったらジャワ派の皆さん、ぜひ試してほしいですね。宗平さんは作るの？自分で。最近は作んない。昔は作ってたの？うん、作ったりは してたけどね。決まったルーはないんだ。うん、ないよ。ないよ。かわいいね。混ぜる派もいるよね。混ぜる派ね。ああ。混ぜる派ね。タクヤは？それこそ混ぜる派です。ああ。ゴールデンカレーの中辛と、あと函館カリー博来亭みたいなフレーク式のルーの中辛を半々ぐらいで混ぜるのが好きなんですよ。おお。上級者だね。たまにルー使わない日もあるしね。そう。おお。ちょっと広がらない話しちゃった。ごめん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 。はい、スパイスの話でした。ではね、2曲続けてお送りしたいと思います。なんかね、ピコピコ系の音楽が結構好きで、書いた、両方とも書いたの。1個は見つけ出してねという結構新しく書いた曲と、もう1曲は低気圧ガールという曲をやるんですけども、あのね、偏頭痛の方いらっしゃいます？持ってる人？あの人偏頭痛。あの人偏頭痛。あの人偏頭痛。そうなんです。あのね、あの私全然ないんですよ、頭痛が。で、全然気持ちが分かってあげられなくて、でもいつも頭を抱えてるんですね、こうやってさっきちゃんそう、痛いってやってて、ふーんってゆうちゃんは痛くないからね。うん、痛くないもん。うん、それでどんな時に偏頭痛が起きるのか、友達だし勉強して少しは気持ちを分かち合いたいなと、痛くないけど思って書いた、あのインタビューしたんです、はい、そうなんです。取材を受けまして、はい、いつ痛くなりますかって言って、そうそうそう、あの気圧がね、こう下がった時とか頭痛るっていうアプリを持っててねっていう。あれね、知らなかった。頭痛持ってない人はね、頭痛るを知らないよ。知らない？あら、うん、あの頭痛持ち同士はもう、あだよねみたいな、あ来週やばいよねみたいな、あそう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 注意きてるよねみたいな感じなんですよ、はい、やっぱ冬はこう低気圧が多いんですか？なんかね、別にいつでも頭痛い。え、そうなんだそう大変だねいや本当一言人がでも本当一言だから全然わかんないからさ。でもそれを分かろうと思って曲にしちゃったと。そう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 。いいね。ちょっとは気持ちを分かち合ってもいいかなと思って。分かち合おう。うん、分かった。ということで見つけ出してねと低気圧ガールをお送りします。
一日中ただただだらしてご飯を食べてコーヒー
って上手に過ごせるもんだな。今夜一人で飲みに行こうかな。いつまでもずっとあなたのことだけ待ってるだなんて。嫌なことは忘れてポケットに入れちゃおう。嫌なことは忘れてポケットに入れちゃおう。嫌なことは忘れてポケットに入れちゃおう。嫌なことは忘れて。してくれたらいいな。一日中ただただダラダラしてご飯を食べてコーヒーを飲んで。一日中ただただダラダラして。嫌なことは忘れてポケットに入れちゃおう。嫌なことは忘れてポケットに入れちゃおう。嫌なことは忘れてポケットに入れちゃおう。多くしました。はい、ですね、私配信で音楽、今販売してまして、シングルで5曲ぐらい今日やったやつも結構入ってる。エンプティがそのね、初めて配信で出した曲だったんですよね。あの全部パソコンで音楽作って、一人の部屋でずっとこうやって楽器と向き合うわけではなく、カチ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 で時々こうやって弾いて、カチ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 ってやるパソコンで音楽作るのって結構そんな感じなんですけどめっちゃ時間かけて初めて作ったのがこの Empty という曲でした。さっきやったあの低気圧ガールとかため息って曲とかも配信出てますので、よかったらあの今日楽しかったって思ったら時々聴くラインナップに入れてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。 Apple Music や Spotify やねなど、 YouTube Music 他大抵いけるな、いけるなとか言ってじゃあですね、吉澤咲ちゃんが素晴らしいイントロを弾いてくれていますので、次の曲に行きたいと思います。ありがとう。紙飛行機という一曲を弾きます。弾きますじゃない、歌います。果てしない宇宙に向けて飛んでゆく紙飛行機を見つめてる僕らの夢乗せて飛んでゆけどこまでも。二人
紙飛行機という一曲をお送りしました。ギター志村拓也キュイーンマジで練習の時にキュイーンくださいってめっちゃ言われてめっちゃキュイーンって練習してきたんですね。キュイーンは欲しいよね。いやでもわかる、うん、キュイーンよね。めっちゃキュイーンさせてもらいました。めっちゃキュイーンありがとうございます。ありがとう来ました。ありがとう、うん、素晴らしいです。よかったありがとう、うん楽しかった。ありがとうございます。ではね、なんと残すところあと2曲となりました。楽しかった ね、 今日の企画はですね、吉澤咲ちゃんがゆうちゃんとポップミュージックやりたいって言ってありがとうって言ってさ、メンバーはってなんか決め始めてわかりましたと、ではそのようにさせていただきますということで、吉澤咲プロデュースでお送りしております。ありがとうございます。なんかね、新しい世界を見れました。まあみんな同じような顔してますよね。まあ確かに似てるんだよ。メガネしてさ、私さ今日木村恵子さんと初めて一緒にやってるんですけど、うん、めっちゃ似てると思った、
しかもね、SNS に上げたんですけど、木村っていうね、渋い感じの書いてあるシールをくれて、木村だからって。今マイクに貼ってるね。そう、これ昨日貼ったの。ちょっと見えないかもしれないけど、ここに木村って書いてるシール貼りました。よくマイクをね、ライブハウスに置いて帰る癖があるので、これで私のマイクだって分かるようになりました。恵子さん、ありがとう。ではね、残り2曲は、楽しくワイワイやって終わりたいと思います。架け橋という1曲と、ポップミュージックと2曲やって終わります。本日のメンバーはキーボード吉田咲希、ありがとうございました。ギター志村拓也、ありがとうございました。ベース木村恵子、ドラム河合宗平、でシンガーソングライターの木村優でお送りしました。配信のみんなもありがとうございました。ではやりますか。カンカンカカン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 カカンカカン、心は
音で出た。では最後に楽しく、今日の、タイトル曲ポップミュージックを送って終わりにします。本当にありがとうございました。
君の耳元で鳴る音楽は本当にありがとうございます。では最後に1曲ということで本当にありがとうございます。サクッとやって終わりましょう。最後は私一番好きな食べ物ナンバーワン、お米なんですけども、長年お米にまつわる曲を書きたいと思っておりましたが、2年前ついに完成しました。お米のボッサやりたいと思います。本日はありがとうございました。
夢ピリカ七つ星小原月キララサンキュー七七七つ星小原月キタクリンフクリンコサラユキ光輝いてピリカ夢ピリカ七つ星小原月星の夢夢ピリカ七つ星小原月ありがとうございます。